天然美肌爆誕ノーズメイクロングバージョン。こんにちは、コメントありがとうございます。私の鼻は毎日私が作ってます。これがメイク前の鼻です。鼻は整形してません。ファンデーション塗ったんですけど、パウダー塗る前ですね、鼻のシェーディングのベースを作っていきます。これはほくろ状況結構深かったので、まだシール貼ってます。ここを削る。ここはこうない鼻の方が好きなので、こうやって削ります。その時ちょっとここに人中まで伸ばす。私はここはもともと深いので、あんまり描きすぎたら猿っぽさが増すのでやめておきます。で、鼻のところはなんかいろんなやり方があると思うんですけど、私はそのままこうまっすぐ引いてます。ちょっと団子鼻っぽいので、細くしたい時はすごい細くするけど、最近は太めにしてますね。そしたら眉毛のところをこういう感じでものすごい描きます。めちゃくちゃ描いてるんだけど、後でファンデーションで消すので意味あるのって思うと思うんですけど、私的には意味あると思ってる。で、目のつながここ低くしてます。で、鼻の上ここですね。で、ちょっとここと他のところも出していきます。私はちょっと顎が長いので、ここに影を入れて顎短縮みたいな感じですかね。少し近くにもこういう感じです。私の顔はここまで結構はっきり描いた方が合うので、ここまでくっきり描きます。それはクッションファンデの残ったみたいな、さっきこう塗ったんですけど、それの残りがついてたやつでぼかしていきます。こういう感じで少しくすんだ感じになるけど、ぼかしていきます。こういう感じで、さっきのシェーディング意味あるのってくらい消していきます。まあ少し変わってるよね。これでまたフェイスパウダーを塗った後にシェーディングするので、その時にまたカメラ回します。ちょっといつも通りメイクしてたら忘れてちょっとだけ塗っちゃったんですけど、こういう色のもので鼻をまた作っていきます。まず鼻のここですね。ここです。とにかく削る、これぐらい。そして鼻のここですね。こうさっきみたいな感じでふわーっと作っていきます。で、鼻をまっすぐ作っていって、目の横のところ、さっき描いたところをなぞっていく感じです。ここね。で、ちょっとここはブレンドみたいな感じで、こんな感じで結構黒いので、フェイスパウダーを塗ったブラシで溶かしていきます。画面では結構暗く見えるんですけど、鏡で見た感じはそんなに暗くはなくて、自然なシェーディングって感じです。ちょっとこれは鼻関係あるかわかんないですけど、この明るい色で目のここをこうやってやってます。鼻の陰影とか鼻の深さっていうのがより出る感じがしますですね。今チークを塗ってるんですけど、鼻も関係あるの で取っておきます。鼻の先っぽにこうやってこう赤くします。で、おでこもちょっと赤く、こういう感じですね。こういう感じです。今から鼻を明るくしていきます。こういう色のもので、鼻の先っぽここですね、とここのところ、この線は描かずに線の上からここに塗っていく。おでこ私この辺から塗ってます。キラキラを鼻に塗ります。めっちゃキラキラ。これは一歩間違えたら毛穴に見えるのですけど、写真映えとかするときはキラキラあった方が可愛いです。でもちょっと塗っとく。ツヤンって感じでしょ。ずっと鏡見ていたい最強ピバナ完成。こんな感じで毎日お花を作っております。今すぐにみんなも鼻がアップすると思うので、ぜひやってみてね。バイバイ。